はい、皆さんこんにちは。よろしくお願いします。Twitter、YouTube、Facebook などいろいろ見ていただいてありがとうございます。ですね、今日ご紹介します。さあ、いよいよワールドカップということで、こちらでございます。ババン。マクドナルドさんの、ですね、ブラジルバーガーだったかな、これね。399円でございます。バコッ。これね、サッカーボールの入れたちらしいんですね。かたどってるということらしいですね。はい、サッカーボール、レタス、トマト、あ、トマトじゃないな。ピーマンとか、要はパプリカですね。このパプリカを、こう、ちょっとブラジルっぽいね、イメージカラーらしいんですけどね。どうでしょう。そしてソースですね。そしてパティとチーズ。チェダーチーズだったかな。これね、レタスがもうこうなってるんでね。これ出しにくい、食べにくいですね、多分ね。よいしょ。だからボックスに入っているのでしょうか。もうかなり落ちてますもんね。さあ、じゃあこんな感じですよ。ちょっと広げたら落ちちゃうんでいただきますね。パプリカちゃん。パティが2枚。で、チーズもね、2枚だったかな。チェダーチーズが。ちょっと見えない。まあいいや、いただきます。ワールドカップ。あ、うまい。もううまかった。うん。落ちちゃったね、どんどん。あ、すげえ、なんだろう。バーベキューって感じ、なんかね、網焼きバーベキュー川辺でやっちゃいました、その肉の味みたい な感じです。香ばしいとかなんというか、うん、なるほどね。なんかね、素材で勝負って感じ。ソースでごまかしてませんぜ今回はみたいな。あ、今回はっていうか、いつもそうなんですけど、あのパプリカ、レタス、パティで結構味を出してるって感じですね。うまい。まあもちろんソースもうまい全部うまいね。あ、でもやっぱパティがうまいね。さすがモスバーガーさんとマクドナルドさん、恐るべし、さすがというね感じでございます。はい、ということでありがとうございました。という、あ、いやいや、今回ご紹介いたしましたのはですね、このブラジルバーガー399円でございました。ありがとうございました。